実在の意図において繰り返してきていることですが、検定試験に問われているのは、いかに過去に出題された問題を要領よく解くかではなくて、こうですね、引っ張りましょう。簿記処理の背後にある基本的な考え方や仕組みを理解しているかどうかですか。こうですね。これは非常に大事だよって言ってます。で、これが平成13年以降の日商簿記検定なんですよ。平成13年以降ね。平成13年より前はこうじゃなかったですから。過去の問題を暗記すれば受かった試験だったんですよ。平成13年より前はね。だから今暗記じゃ通用しねえよって言ったんですよ。それはここで読み取れますから。いいですかね。はい。で、次。例えば、総勘定元帳の各、まあ、ここからはお叱りの言葉ですね。総勘定元帳の各勘定の適用欄や主張に何を記入するか分かってたでしょうか。今回は書いてないけどね。いいよね。これは仕分け帳と総勘定元帳だよね。リンクするやつですよね、番号ね。はい、そういうことを言ってるわけですよ。あるいは、ここです。ちょっと引っ張ってください。これが出題予想です。定額法と定率法のいずれを用いるかによって、将来の売却損益に違いが生じますが、カレンドの減価償却費と売却損益を通算すると、定額法と定率法のいずれの方法を採用しても同額となることが理解されていたでしょうか。ここです。まあ下はいいです。別に読まなくて、まあできなかったねっていうことでビビッ言ってるだけなので、一番言ってるのは今引っ張ったところなんでね。はい、じゃあ行きますよ。これ何言ってんの？っていうと、こういうことなんですよ。